もっと重要なのは今後その Mac 向けのアプリが iPad Pro でも動かせるようになるかもしれないっていうことですもう世界規模で話題になるはずです YMR チャンネルの動画は全部ダヴィンチリゾルブで作ってますでそんなダヴィンチリゾルブを使った基本的な編集方法だったりカラーページでの高度なグレーディングフュージョンでのクールなモーショングラフィックそれからアフィンティデザイナーを使ったグラフィックデザインなんかもいろいろ教えています詳しくはストアカで僕の名前を検索してみてくださいどうもこんにちは 大見えです。えー、先日アップルの新製品発表の中の目玉として発表された新型 iPad Pro なんですけど、えー、僕がびっくりしたのが M1 チップを乗せてきたっていうことです。あの、M1 チップは去年の後半に発売された Mac から搭載され出した、アップルが作った最新、最高性能、超高性能のチップです。これを iPad Pro にも積んできていて、その結果としてそのメモリの容量が、前のモデルが 6GB。 だったのに8に引き上げてさらにストレージを 1TB 以上のモデルを選んだ,選んだ時に限ってそのモデルからはメモリがその倍の 16GB になるっていうもう完全に Mac と同じ構成にした上で購入者に対してそれを選択しやすいようにしてるんですよ面白いのはこれまでのモデルってメモリ容量に関してはアップルは情報を公開しなくて 発売後ユーザーたちが調べた結果判明するっていうパターンだったんですが、それを今回ははっきりとその紹介商品、えー、商品紹介ページに載せるっていうことだけ見ても、この iPad Pro がこれまでのものとは明らかに違う扱いだっていうのはわかります。もうこれって完全に、えー、Mac を売るノリです。M1 チップ以外のポイントとしては、やっぱりそのディスプレイ ディスプレイで12.9インチモデルに限定はするんだけど新しいリキッドレティナ XDR ディスプレイっていう長い名称のディスプレイが搭載されていて単純に画質が良くなるっていう言い方でもいいんでしょうけどもうちょっと細かく言うと画面の軌道が大幅に上がって HDR コンテンツを表示することができるようになったりコントラストも上がってその映画なんかを見るときに 例えば暗いシーン夜のシーンなんかがもっとこう暗い部分が引き締まってねこう黒浮きしないっていうそういう、えー、メリットがあって単純にガス抜じゃなくてその先を見越して次のステップへと上がったみたいなそういうイメージですただ XDR ディスプレイはそのコンテンツを消費するだけのユーザーとものづくりをするユーザーの両方にメリットが ある、多い技術なら間違いないんだけど、そのおかげで価格はこれまで通りのディスプレイを積んだ11インチモデルは変わらないんだけど、その積んだ12.9インチモデルは、その分の費用がきちんと上乗せさ,されていて、その前のモデルとストレージを同じ容量にした時に、1万5千円くらい値上がりしているのがわかります。次に、その M1 チップ。 最初に今回の iPad Pro がこれまでとは全く違った構成になったって言いましたけどその M1Mac と同じパフォーマンスだと仮定して話をするとですね新型 iPad Pro と前のモデルを比較すると CPU 性能が1.5倍 GPU 性能が1.4倍になってて ただでさえ下手なパソコン、Mac なんかよりも高速だった、えー、iPad Pro が今回のアップデートでその M1Mac とほとんど同じ性能になっちゃうんでその結果として2、3年前の MacBook Pro の一番高いモデルよりも性能が高いっていう状態になってるんですよ。ここら辺はベンチマークの結果で比べるとわかりやすいんだけど有名な GeekBench なんかではシングルコア性能で M1Mac 以外の どの Mac よりも性能が高い。マルチコア性能では僕が今使っている現行型の MacBook Pro 16インチモデルの一番高いやつよりももっと上です。で、動画編集だったりゲームなんかをするときに重要なパーツになる GPU、グラフィックカードとかビデオカードとかそういう言い方、呼び方をしますけど、この GPU 性能は M1 チップではその中に組み込まれたパーツのただのごく一部でしかないんだけど、 そのちっちゃな構成なのに3年前に発売された MacBook Pro の上位グレードに積まれた Radeon Pro 560X よりももっと性能が上なんです。その2018年モデルの CPU が 2.9GHz の6個。で、GPU が AMD Radeon Pro 560X を積んだものだとして比較したら CPU 性能では1.4から1.7倍。GPU が1割新型 iPad Pro が高いっていうことになっちゃいます。 前のモデルに積まれていた A12Z から2世代分進化していると考えれば、M1 チップを積んだ iPad Pro の性能っていうのは順当な進化と言えなくはないんですが、大事なのはその性能じゃなくて Mac と同じチップを積んだっていうことで、これまでほとんど iPad Pro 専用のチップだった X シリーズ、それとか、あと Z シリーズ、その A12X とか A12Z とか言われていたあの iPad Pro 専用のチップですね。 あれあの、売っても数があまり出ない X、Z シリーズを M1 チップにリプレイスできるんだったら、ひょっとすると毎年最新の iPad Pro を発売できるかもしれないっていうことと、もっと重要なのは、今後、その Mac 向けのアプリが iPad Pro でも動かせるようになるかもしれないっていうことです。今は iPhone とか iPad のアプリをその Mac で動かすってことはできるんですけど、その逆です。もしそれができるようになれば、 ペンが使える分、これまで以上にものづくりがしやすい環境になるのは間違いなくて、それこそ動画編集ソフトのダヴィンチリゾルブ、そのダヴィンチリゾル,リゾルブの iPad Pro 版が出る、もしくは Mac 版のダヴィンチリゾルブがそのまま今回の iPad Pro で動くようになっちゃったら、趣味で動画編集している人から業務で映像制作している人なんかすべてもう世界規模で話題になるはずです。 僕は iPad Pro で動くダヴィンチリゾルブっていうのは今年の10月くらいに出てくると思ってますけど多分 Apple が出している Final Cut Pro も6月に開催されるはずのその WWDC あたりで iPad 版の Final Cut Pro が発表されるんじゃないかなって思ってますもしダヴィンチリゾルブが使えるようになったらただの動画編集じゃなくてその業務でもなかなか作れないような HDR コンテンツの制作も可能になるし Fusion を使ったモーショングラフィックス モーショングラフィックスもこれまで以上に簡単に作れるようになるのは間違いないんで今回の iPad Pro とその未来にものすごく期待しています以上です番組を気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いしますそれではまた次回お会いしましょうさよなら